あれ、あの人は確かランチさんだ。なんであんなところに突っ立っているんだろう。どうしたんですか。あの、僕ですよ、ご飯です。え、ご飯さんなんですか。どうしてまたそんな格好を。いろいろありまして、とりあえず正義の味方だと思ってください。まあ、正義の味方さんですか。ところでランチさんはここで何を。ああ、そうでした。今困っていることがあって、それでブルマさんに相談しようと思ってここへ来たんですが、ちょうど出かけているみたいで、戻ってくるのを待とうかどうしようかと考えていたところなんです。そうなんですね。だったら僕が相談に乗りましょうか。それは助かります。でもいいんですか。ええ、構いませんよ。僕もブルマさんに用があったんですけど、不在みたいですし。さあ、この正義の味方グレートサイヤマンが何でも解決してみせますよ。まあ頼もしい。ちょうど正義の味方さんに頼みたいことがあったんです。え、実は私、修行の旅に出られた天津飯さんから畑のお世話を頼まれてたんですが、その畑から化け物が出てきて畑の近くの村を襲い始めちゃったんです。そりゃ大変だ。僕はその化け物を倒せばいいんですね。はい、お願いします。村の場所はここです。わかりました、すぐに向かいます。そうですね、私はここで。それじゃ行ってきます。天津庵さん、ランチさんに畑を頼んで修行の旅に出たって言ってたけど、二人は知り合いだったんだな。化け物がまた来たぞ、助けて。化け物め、どこだ。やつは確か土に植えた種から出てくる化け物だ。間違いない。よくも村を襲ってくれたな。悪は絶対許せない。正義の味方グレートサイヤマン参上。決まった。よし、これで全部倒したな。 ありがとうございます。なんとお礼を言っていいか。当然のことをしたまでですよ。化け物はどこだ。ランチさん、化け物なら僕が全部やっつけちゃいましたけど。何？遅かったか。俺も奴らをぶちのめしてやろうと思ったのによ。そんな危ないですよ。昔ヤムチャさんだってあいつにやられたことがあったんですから。へっくしゅ。しょうがね。とりあえず迷惑かけちまったみてえだな。僕は大丈夫ですけど、襲われた村には被害が出てると思います。ええ、あの化け物が村の食料庫や店を壊してしまって。あ、そういえばあの化け物を倒した時野菜を手に入れたんですが。そいつは天津飯の畑で採れた野菜だな。ちょっと待っててくれ。アクション。あら、ここはどこかしら。ランチさん。まあ、美味しそうなお野菜ですわね。よろしかったらそのお野菜で皆さんにお食事を作らせていただきたいんですけど、いかがでしょうか。そりゃ助かるよ。私たちは壊された建物を直さなきゃいけないしね。それでは天津飯さんの畑からもっとお野菜を取ってきますね。
ごはんさんも手伝ってもらえますか？ええ、もちろんです。あと僕はごはんではなくグレートサイヤマンです。あら、そうでしたわね。いやあんたの料理とってもうまかったよ。野菜もとても新鮮だったしね。お店に出してもいいくらいですよ、ランチさん。本当に美味しいです。そこまで喜んでいただけるなんて。天津飯さんの美味しいお野菜で作ったお料理をみんなに食べてもらうお店。はい、いいと思います。もう一人の私と相談してみようかしら。それはまた今度で。僕そろそろ行きますね。ええ、いろいろとありがとうございました、グレートサイヤマンさん。どうかな。おう、ごはんさん、いらっしゃい。ママに用事。そうなんだ。ブルマさんいるかな。うん、いるよ。入って入って。へえ、出場するんだ、今度の天下一武道会。なんで？実はクラスメートにミスターサタンの娘さんがいまして。ミスターサタン？ミスターサタンってセルと戦った時ちょろちょろと邪魔してたやつでしょ。格闘技世界チャンピオンのその娘がクラスメートなんだ。ええ、でも結構いい子なんですよ。僕と一緒で悪いやつは放っておけないタイプで。でもその子に僕の変身がバレちゃったんです、恋とかで。で一緒に天下一武道会に出場しないと正体をバラすって言われて。ドジね、そういうとこしっかりしてるようでもお父さんの血を受け継いでんのね。で何？声も変えられるようにヘルメットを改造してほしいわけ？いえ、そうじゃなくて、天下一武道会ではヘルメットとかプロテクターなどの装備はつけてちゃダメらしいんですよ。だからこのヘルメットの代わりになるものが何かないかなと思いまして。ふんふん、要するにダメージをうんと減らしちゃうようなものをつけてちゃダメってことね。どってことないじゃない。ごはんくんだってバレなきゃいいんでしょ。お、なるほど、こんな簡単なことでよかったんだ。どう、トランクスくん、かっこいいだろう。ノーコメント。でもさ、どんなに手を抜いてもぶっちぎりで優勝するのが分かってちゃつまんないわよね。そいつはどうかな。そのなんとかって大会、貴様が出るなら俺も出る。え？あの時は大きな力の差があった。だが貴様が平和に浮かれている間も俺はトレーニングを続けていた。あ、そう、全然働かないのよこの人。あんたのお父さんと一緒、サイヤ人って働かないのかしら。すごいや、お父さんとごはんさんが戦うの。俺らも出るぞ。お父さん、お父さんの声だ。お父さん、そうでしょ、カカロット。そうだ、久しぶりだな、みんな。今あの世から海王様通して話してんだけど、ちゃんと聞こえてるみてえだな。お元気でしたか、お父さん。あ、まあ元気といや元気だったかな。死んでるけど。本当に本当に天下一武道会に来られるんですか？うん、占いババに頼んでたった一日だけ戻れる日はその日にする。ご飯もベジータも出るんだろう。俺も出るさ。やったー。誰？バターイ。楽しみにしているぞ。覚悟しておけ、俺は随分腕を上げた。俺もだ、ベジータ。じゃあみんな、天下一武道会で会おうぜ。よかったわね、ごはんくん。早くお母さんやごてんくんや
クリリン君たちに伝えてあげなきゃ。はい。いいぞ、面白くなってきた。そうだ、ベジータさんも正体がバレないようにこういうコスチュームを着なければ。着るか、俺は別にバレても構わん。じゃあ僕みんなに教えてきます。誰かいるかな。悟空も？本当かよ。悟空とはまた久しぶりじゃの。天下一武道会か。お、俺も出ようかな。でも悟空やご飯やベジータが出るんじゃ絶対優勝できないしな。出場するべきですよ。5位まで賞金がもらえるらしいですよ。どれぐらいの賞金が出るんだ。優勝が1000万ゼニーで、2位が500万、3位300万、4位200万、5位で100万ゼニーかな。出場しろクリリン、私も出る。そうだな。パパとママ何か出るの？そうだよマーロン、頑張ってたくさんお金をもらってくるからね。よし、パパ頑張っちゃおうかな。おい、ピッコロには教えんなよ。俺が5位までに入る可能性が少なくなるから。いや、そういうわけにはいきませんよ。ところでお前、なんでそんなおかしなダサい格好してんだ。何言ってんですか、かっこいいのに。クリリンさんもセンスが鈍りましたね。じゃあ、じゃあな。クリリンさんには止められたけど、ピッコロさんにも教えないと。神様の神殿へ急ごう。そうか、それは確かに面白そうだな。でしょ。よし、出てみるか。デンデはどうする。いや、出ませんよ。僕は戦闘タイプのナメク星人じゃありませんから。ところでご飯、そのおかしな格好は一体なんだ。やだな、ピッコロさんまで。これかっこいいと思いませんか。わからん。それじゃ僕そろそろ帰りますね。ああ、それではまた。お父さんが一日だけでも帰ってきたらお母さん喜ぶ。悟空さんが天下一武道会のためにあの世から帰ってくるって。そったらビッグニュース、なしてもっと早く言わねえんだよ。よかったな、御殿、弟と一日だけ会えるってよ。ん、参っただな、俺だけ年食っちまってよ。あの世じゃ年食わねえんだろ。あのお母さん、僕も出ちゃダメかな。天下一武道会優勝すると1000万ゼニーもらえるんだけど、2位でも500万。1000万ゼニー、出場しろご飯ちゃん。おめえと悟空里で賞金1500万ゼニーももらえるんだべ。いやまだ勝てると決まったわけじゃ。いや、必ずどっちかが優勝はするだよ。いや、天の恵みだべ。お父の財産も残り少なくなってどうしようと思ってたところだよ。御殿、明日からの修行、兄ちゃんを手伝ってくれるか。うん。待たせたな御殿。まずは首手から始めようか。うん。とりあえずスーパーサイヤ人になっていくかな。よっ、よし来い。兄ちゃんだけずるい。僕もなっていい？え？スーパーサイヤ人にか？そいつは御殿にはまだちょっと無理かな。御殿、お前それいつ頃から？忘れちゃった。信じられない。でも
修行の相手としては最高だな。よし、始めるか。そのためには学校休んでゆっくり修行しよう。ゴテンがスーパーサイヤ人になれたのは嬉しい誤算だった。おかげでいい修行になって助かったよ。そういえば、もしかしてトランクス君もスーパーサイヤ人になれるのか。うん、そうだよ。に、兄ちゃん苦労したんだけどな。ま、まあいいか。今日はここまでにして帰ろう。本当にデートに誘いに来たわけじゃねえべか。違うって言ってるでしょ。あ、やよくここが分かったね。名簿を見れば簡単よ。それより空を飛ぶの教えてくれる約束でしょ。あ、もちろん教えるよ。ふーん、おめえお礼だとか言ってご飯ちゃんにエッチなことすんじゃねえだぞ。そんなことするわけないでしょ。いいだ。静かに修行したかったのに。やった浮いた。ちょっと浮いてるよ。すごいじゃないか。たった一日で浮けるようになったなんて。そうかしら。さっき弟さんは自由自在に飛び回ってたけど、ゴテンはもともと木のコントロールがバッチリできてたんだ。そこまでできればあとはどうってことないさ。また明日も来るわ。え？木のことをもっと知りたいわ。それとも私がいたら迷惑？いやそんなことはないけど。じゃあ明日ね。そういえば何よ。ピーテルさんの髪の毛だけど、もっと短くした方がいいと思うよ。え？ショートヘアの方がご飯くんの好み？いや好みとかじゃなくて、試合するんだったら短い方が有利だと思ってさ。うるさいわね、ほっといてよ。そんなこと私の勝手でしょ。お姉ちゃん、なんで怒ってたの。わからない。さ、昨日の続き始めましょう。やっぱりわからない。ピーテルさんってするな。トランクス、部屋から出て行った方がいい。お前にこの150倍の重力はとても無理だ。やっぱりこのままじゃ辛いや。スーパーサイヤ人になろうと。何？楽ちん。あいつ、いつから。冗談じゃない。伝説の戦士と言われたスーパーサイヤ人にこうもあっさりと。トランクス。はい。孫悟飯の弟もなれるのか、スーパーサイヤ人に。はい。まるでスーパーサイヤ人のバーゲンセールだな。どうなってやがるんだ。まったく。やっぱりビーデルさんはただ者ではなく、
10日ほどでかなり自由自在に飛べるようになった。おかげで僕たちはやっと御殿と2人だけで本格的な修行に入ることができた。お父さんもやってくる。天下一武道会の日は近い。天下一武道会も間近に迫り、修行の最後の仕上げに精を出していた。よし。そしていよいよ始まった。本当に久しぶりの天下一武道会が。とうとう天下一武道会の日が来ちゃったな。気合い入れて優勝するぞ。武道会も楽しみだけど、お父さんと久しぶりに会えるのはもっと楽しみだな。あれから僕も大きくなったし、驚くだろうな。自己的剧情先到这边好了。那希望频道欢迎到频道的左下方的订阅按钮按下订阅，铃铛记得打开，记得追踪我 IG 跟 FB。OK， 这集就先这样啦，谢谢大家，再次收看，拜拜。